はい、こんにちは、116ウィンズです。来週からスプリングトレーニングがいよいよ始まるという時期に差し掛かってきていたんですけれど、ここに来てですね、ものすごい大型トレードが成立しました。で、それがドジャース、レッドソックス、ツインズ、そしてエンゼルスが、トレードに絡んだというところなんですけれど、一応ですね、先にご説明しておくと、ドジャースとレッドソックスとツインズが、三角トレードをして、で、その後にドジャースとエンゼルスがトレードしているということにはなっているので、二つ別々のトレードではあるんですけれど、ただそのエンゼルスとドジャースのトレードっていうのは、先のその三角トレードが成立していないと、なかったトレードではあると思いますので、ここでは一つのトレードとして扱っていこうかなと思うんですけれど、で、それぞれの球団が今回獲得した選手をご紹介しますと、まずドジャースがレッドソックスからムーキー・ベッツとデイビッド・プライスを獲得して、で、さらにエンゼルスからルイス・レン・ヒーホと、あとはプロスペクト1人、プロスペクトの名前はまだ出てきてないんですけれど、合計でこの4人を獲得。で、レッドソックスがアレックス・バーデューゴをドジャースから、で、ツインズからブルース・ダル・グラテロルというピッチャーを獲得しています。で、ツインズの方は前田健太をドジャースの方から獲得して、で、最後にエンゼルスがドジャースからジョック・ピーダーソンと、あとは先発投手1人、この先発投手もちょっとまだ名前が出ていないんですけれど、で、さらにアンディ・ペイチスというプロスペクトも獲得して、で、エンゼルス合計3人というところで、トレードで合わせると4チーム合わせて9人の選手が絡む非常に大きなトレードとなりました。で、一番の注目はやはりベッツがついにトレードされたというところですよね。年明けてからずっとベッツのトレードに関しては噂も出ていましたし、で、今週に入ってからいろいろな記者の方も、ベッツのトレードはほぼ間違いなく発生するだろうという話もしていたので、いずれは動くだろうなという大方の見方ではあったんですけれど、やはりですね、いざこういった形で動くと、おすごいトレードだなとやっぱり思いましたし、で、ベッツがですね、今度ドジャースでどんな活躍を見せてくれるのかなっていうのも非常に期待が高まるところではあるんですけれど、ただですね、ベッツを獲得したドジャース以外でも、今回のトレードっていうのは非常にメリットのあるトレードだと思いますので、今回の動画では4チームそれぞれのメリットですとか、あとは思惑についてちょっと話していこうかなと思います。はい、で、まずは今回のトレードでベッツを獲得したドジャースの思惑について話していこうと思います。ドジャースに関してはもう何よりベッツを獲得できたのが一番大きいですよね。やっぱりベッツっていうのは本当にこう5ツール揃った選手ですし、打てば30本期待できるパワーツールもありますし、で、守備でも非常にこうライト守備はリーグでも屈指の存在だと思いますし、マイク・トラウトがいるせいで、球界の野手でナンバーワンにはちょっとなれないとは思うんですけれど、それでも間違いなくトップ5には入ってくる選手ですし、で、そのトップ5に入るベッツが、同じくトップ5に入るであろうコーディ・ベリンジャーと今度外野のコンビを組むというところで、本当にですね、ドジャースのこう外野手っていうのは、外から見ててもワクワクする存在ですし、で、またチームとしても非常に脅威になるような存在だと思いますので、まずベッツがドジャースに来たっていうのは、もうそれだけでも大きいですよね。で、懸念点を1個だけ挙げるとしたら、ベッツは契約が残り1年しかなくて、順調にいけば来年のオフ FA になるという点ですね。レッドソックスも何度もベッツをこう長期契約結ぼうと努力はしたんですけれど、やっぱりベッツ側の要求もなかなか高くてですね、一部報道によれば12年総額4億2000万ドルぐらいを要求したらしいんですけれど、それぐらいの契約を出せる球団となるとやっぱり限られてはくるので、ドジャースとしてもベッツの長期契約っていうのは、ある程度こう見込みがあると思っているんじゃないのかなとは個人的には思いますので、懸念点とは言いながらも、そこまで懸念点にならない可能性は十分ありますね。で、今回のトレードでドジャースはベッツの他にもデイビッド・プライスを引き取ってるんですけれど、プライス契約が残り3年で総額9600万ドルと、非常に高額な契約が残っている投手なんですけれど、ただですね、レッドソックスもある程度年俸を負担するみたいですし、で、プライス最近結構こう不良債権みたいに言われることが多いんですけれど、確かに年俸3000万ドルにぐらいには全く見合わない成績の投手では今あるんですけれど、ただ先発3番手4番手ぐらいをやらせるには十分な成績残してますし、
で、ドジャースには幸いなことに、こう、ウォーカー・ビューラーとクレイトン・カーショーという、まあ、2枚看板がいますので、別にプライスがエースになる必要は全くないですし、まあ、むしろ3番手、4番手で、こう、伸び伸びと投げてもらうぐらいだったら、まあ、引き取った割には全然悪くないと思いますので、まあ、その点でも、まあ、ベッツの他にプライスも獲得できたっていうのは、まあ、ドジャースとしても良かったのかなと思いますね。で、さらに、ベッツとプライスを獲得したんですけれど、まあ、全くプロスペクトの放出をしなくて済んだっていうのも非常に良かったですよね。まあ、バーデューゴは失ってしまったんですけれど、まあ、通常ベッツくらいの選手を獲得するのであれば、まあ、間違いなくトッププロスペクト1人か2人は、まあ、差し出さないといけないところでは、まあ、普通はあるんですけれど、まあ、そこにですね、まあ、今回ドジャースフロントも、まあ、うまくツインズを絡ませることで、まあ、ドジャース側が全くプロスペクトを失わずに済んだというところも、ドジャースフロントは非常にうまく立ち回ったなという印象ですね。で、さらに言えば、ベッツの獲得によって、まあ、外野でちょっと余り気味になってしまったジョック・ピーダーソンをうまくトレードできた点も良かったですね。まあ、ピーダーソンも契約が残り1年というところで、まあ、順調にいけば来年 FA になっていたはずなんですけれど、まあ、ただベンチでこう腐らせておくよりも、まあ、ある程度FA まで1年残っている時点であれば、まあ、昨年36本打ったというところもあって、ある程度トレードバリューもありますし、まあ、そこでうまくこうレイヒーホという球団に保有権が残り4年ある選手を獲得できたっていうのも、まあ、非常によくやったんじゃないかなと思いましたね。まあ、なので今回のベッツのトレードに関しては、ドジャースは非常にこううまくやったなというのが個人的な印象ですね。はい。で、続いてベッツをトレードした側であるレッドソックスの思惑についてちょっと話していこうかなと思います。今回のレッドソックスのトレードに関しては完全なるサラリーダンプです。まあ、ですので、ベッツとプライスの年俸を浮かせるためのトレードとなります。じゃあなんでスーパースターであるベッツとプライスをトレードしてまでサラリーダンプをレッドソックスっていうほどの、まあ、お金持ちな球団がしなければならなかったのかっていうと、まあ、これはですね、贅沢税を回避するための策なんですね。まあ、やはり贅沢税がかさめばそれなりの出費にもなりますし、まあ、贅沢税のこう課税ラインによっては、まあ、ドラフト指名権を失うという可能性もありますので、まずはレッドソックスは一旦チームとしてペイロールをリセットしたいという思惑がおそらくあったんでしょうね。特にプライスの契約に関してはチームにとってもかなりの重荷になってしまっていたので、まあ、トレードバリューのあるベッツとくっつけることで、まあ、うまくこうプライスをこう処理できたっていうところが、まあ、レッドソックスとしては一番良かったんじゃないのかなというところですかね。ただ一番の目的がサラリーダンプであった割にはですね、パッケージは結構いい選手をもらってまして、まずですね、ドジャースから獲得したアレックス・バーデューゴに関しては、5ツールプレイヤーとしての、まあ、期待をされている選手ですし、まあ、うまくいけば、こう、ベッツの後継者として、まあ、ボストンでも非常に活躍できるんじゃないのかなと思いますし、で、ツインズから獲得したブルスダル・グラテロルも、まあ、非常に面白い素材でして、まあ、現状その MLB のトップ100のプロスペクトに入っている選手でもありますし、ストレートがですね、100マイルを超えるような、まあ、非常に本格派のピッチャーですし、まあ、スライダーも非常にいい球を投げますし、まあ、将来的にはこう、エース格になれるような、まあ、ポテンシャルを持ってますし、まあ、もし先発としてもダメだったとしても、まあ、十分リリーフでやっていくだけの力はあるようなピッチャーになりますので、今回レッドソックスにとっては、まあ、一番の目的はサラリーダンプではあったんですけれど、バーデューゴとグラテロルという、まあ、非常に面白い存在を獲得できたっていうところは、やっぱりレッドソックスとしても良かったんじゃないのかなと思いましたね。はい。で、続いては前田健太を獲得したツインズの思惑について話していこうと思います。ツインズは今回グラテロルを放出して前田健太を獲得しているわけですけれど、まあ、正直このニュース聞いた時に、前健一人のためにグラテロル出しちゃうのかよってちょっと正直思ってしまいましたというふうには思ったんですけど、ただいろいろと考えてくると、このトレード自体もありだなっていうふうに、まあ思うようになってきたんですけれど、まあそれは何かっていうと、まずツインズとしては今年勝つために、やっぱり先発ローテーションの補強は、まあマストな状況だったんですけれど、ただなかなか先発ローテの補強という部分は、まあうまいこと進まずに、まあ2月まで来てしまったわけですけれど、まあここに前剣をこう入れることで、まあ非常にですね、ツインズのローテーションの強化にもなりますし、で、まあグラテロルをこう先発ローテーションにそのまま入れるという選択肢もおそらくはあったと思うんですけれど、まあただやはりグラテロルはまだまだ荒削りな部分も多いですし、また今年勝つためのチームに、やっぱりそういったこう不安定要素を、まあ入れてしまうっていうのはなかなかリスキーな選択になりかねないので、まあ前剣のようにこう、まあベテランでこう先発経験も豊富で、まあメジャーでも結果を残しているような選手を連れてこれるんだったら、やっぱりそっちの方がいいですよね。
で、しかもマエケンは非常にプレーオフの経験も豊富ですし、まあ実際17年、18年ワールドシリーズまで投げてますし、まあ去年もまあディビジョンシリーズで負けちゃいましたけど、まあディビジョンシリーズも投げてますし、やっぱりツインズなかなかこうプレーオフで勝てないという時期が続いていますので、まあこういったマエケンですとか、あとはまあリッチヒローを先日獲得しているんですけれど、まあそういったところっていうのはやっぱりプレーオフの経験を買ってっていう部分も絶対あるとは思いますので、まあツインズとしてもですね、やっぱりこうここはうまく補強ができたんじゃないのかなと思いますね。はい、そして最後にエンゼルスの思惑について話していこうと思います。まあ、エンゼルス今回ピーダーソンとあとは先発投手一人と、まああともう一人プロスペクトを獲得しているんですけれど、まずピーダーソンに関しては昨年までのライトのレギュラーだったコール・カルフーンの後釜としての獲得なのかなと思いましたね。まあ同じ左打ちで、で、まあ割とパワーがあって、で、しかも左腕をめちゃくちゃ苦手にしているとこういうところも、まあ非常にカルフーンに似てるんですけれど、まあただピーダーソン残り契約が1年しかないところで、まあなんでこのタイミングで獲得したのって思う人も多分いるとは思うんですけれど、ただエンゼルスのマイナーには、まああのトッププロスペクトのジョー・アデルっていう、まあこの間プレミア12で日本にも来てましたけど、まあアデルというまあ非常に有望な外野手が控えているという中で、まあ、むしろピーダーソンが契約残り1年っていう方が、まあむしろ都合が良かったのかなと。下手に契約の年数が残っていると、まあ、アデルの昇格に際してちょっと邪魔になってしまいますので、まあ、アデルおそらく来年か、まあ、再来年、2020年か2021年ぐらいには、まず間違いなくメジャーに上がってくるとは思うんですけれど、まあ、それまでのつなぎとしてのピーダーソンっていう意味も、まあ、おそらくあったんじゃないのかなと思いましたね。で、おまけに先発補強もできたという点でもエンゼルスにとっては良かったですよね。まあ、ちょっと先発投手が誰なのかっていうところはまだ発表されていないんですけれど、ただ報道によれば、あの、メジャーリーグの先発投手だということで、まあ、おそらくピッチャーとしては、まあ、候補に上がってくるのは、まあ、ロス・ストリップリングあたりなのかなっていうのは、ちょっと個人的に予想しているとは、ところではあるんですけれど、まあ、ストリップリングあたりがエンゼルスのローテーションに入ったら、もうそれはかなりのアップグレードになりますよね。エンゼルスに関しては今年のオフはなぜかこう野手の補強ばかりが目立っていて、全然あの課題の先発投手というところの補強が進んでない印象だったんですけれど、まあ、もしですね、その今回のトレードでストリップリングを取れたのであれば、それは今シーズン戦う上でも非常に大きいですよね。で、しかもこのパッケージをルイス・レンヒーホを中心とした見返りで獲得できたという点でも、まあ、エンゼルスとしてはかなり美味しいですよね。やっぱりレンドーンが入って、で、まあ、トミー・ラステラだとか、デイビッド・フレッチャーがいる中で、まあ、レンヒーホも悪い選手では全然ないんですけれど、やっぱりその3人と比べると、まあ、あの、レンヒーホの立場っていうのはかなり危ういものでしたので、まあ、今回のようにトレードでうまく使えたっていうだけでも、エンゼルスとしては、まあ、非常にうまくやれたんじゃないのかなというところが個人的な印象ですね。と、まあ、長くはなりましたけれど、まあ、4チーム今回トレードに関しては、まあ、非常にですね、どのチームもメリットがあって、で、思惑もまあ非常に伝わってくるものがあったんですけれど、まあ、ただですね、いざシーズンが始まってみれば、まあ、全然思惑通りにいかないっていうことも十分にあり得ますので、まあ、今季終わった後に笑っているチームはこの4チームの中でどこになるのかっていうのが注目して見ていきたいところですね。はい、いかがだったでしょうか。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。